日本がとうとう和製トマホークの開発を終えたみたいだよ。隣国からの圧力が強まってるからな。日本独自の防衛兵器の開発も必要だよな。それじゃあその和製トマホークってやつが完成したってことなんだな。この和製トマホークの完成で隣国から舐められることもなくなるだろうか？今現在の日本を取り巻く環境を見てみると、中国からの軍事的な圧力が日増しに高まっていってるだろ。そうだよな。いつ何かの小さなきっかけで有事に発展するかわからない状態だよな。ほんとだよ。尖閣諸島や南西諸島なんかは日本が我慢しているから、まだ大事にはなってないだけだもんね。尖閣諸島周辺には中国海警局の艦艇群が領海侵犯を繰り返していて、既成事実を作ってしまえばこっちのもんだとばかりに横暴な侵犯行為を繰り返している。ここまでやられても、日本が専守防衛を掲げてる以上、中国の横暴な行為はもちろん、竹島を不法に占拠する韓国に対しても、軍事的な圧力をかけて強制排除することもできず、北朝鮮からは頻繁に日本海にミサイルを撃ち込まれてる。なんとかこの状況を打破するべく、日本が考えている圧力がこの和製トマホークの開発と言われてるんだ。この兵器の開発で隣国との関係性が少しでも改善されればいいんだがな。それじゃあ今回は、この和製トマホークの完成により隣国との関係性は変わるのか？それとこの兵器の性能を見ていこうか。それじゃあ行ってみよう。2020年12月に、防衛省が陸上自衛隊の国産地上発射型ミサイル、12式地対艦誘導弾の改良に入ることを明言したんだよ。この改良によって、いい幅に射程が伸びて、敵の射程圏外から、艦艇などを攻撃することができるようになるみたいなんだ。もしも有事が起きた場合、相手国内にある基地に先制攻撃を仕掛けることもできるようなんだよ。でも日本は、先制攻撃はできないんだよな。ここ最近、基地攻撃能力を持つべきか、持たざるべきかの議論が政治の舞台では上がっているんだ。基地を攻撃することは専守防衛に違反することになるんじゃないか？という反対意見も多く出てきてるようなんだ。まだそんなこと言ってる人たちがいるんだね。基地攻撃能力といっても日本から一方的に先制攻撃するってことじゃないんだよね。そうだよね。ここで言う敵基地攻撃能力は、日本の領土や日本国民が危機にさらされたって時に攻撃されてから反撃ではなく、敵の攻撃を防ぐために敵の基地を攻撃し、未然に防ぐという意味だと思うんだけどね。まあ一部だが、隣国寄りの人たちもいるからな。反対してる人たちはその辺の人たちなんだろ。それじゃあここからは、12式地対艦誘導弾について見ていこうか。12式地対艦誘導弾は、地上の移動式発射台から発射することを前提に設計されていて、海上に航行している敵の艦艇などに攻撃をするために、2012年に陸上自衛隊により採用されたんだ。現行の射程距離は最長で200キロとなっていて、日本国内では陸上自衛隊駐屯地などに配備されてるんだ。この最大射程200キロをさらに伸ばしていこうということなんだな。うん、2020年に12式地対艦誘導弾の射程距離をさらに伸ばすことになり、日本政府は2021年度の予算案に開発費として335億円を計上したそうなんだ。335億円、すごいね。どうだろう？ミサイル開発費としては安い方だと思うよ。金額だけ聞くとびっくりするけどね。目標としている射程は公表されてないんだけど、一部関係者の話では、900キロから1500キロが目標だそうだよ。すでに2021年から試作が開始されていて、射程を伸ばすだけの改良だけじゃなく、移動する目標を狙えるように衛星経由のミサイル誘導機能や、敵のレーダーに探知されにくくするステルス性能も搭載するらしくて、短距離でも長距離でも万能に使えるミサイルの開発を目指してるんだ。やっぱりこのミサイル開発は、中国の海洋侵犯への防衛策なのか？もちろんそれもあるだろうけど、隣国を見てみると大半の国は自国にミサイルを配備してるよね。日本をいつでも攻撃できる体制はできてるってことだ。北朝鮮は、中距離弾道ミサイルなど日本を射程内に収める弾道ミサイルを、多数保有していると言われている。ここ数年で開発を進めている潜水艦発射弾道ミサイルは、日本全域を射程圏内に収めているそうなんだ。さらに超音速ミサイルの開発も進められていて、2022年に入って何度も発射実験を繰り返している。もうほぼ完成しているということなんだろうね。そうだよ、中国だけじゃないじゃん。一番イカれた国がいたんだよ。本当に何考えてるかわかんない国だから、いつ日本本土にミサイル撃ってくるかわかんないもんね。そして中国だね。アメリカの調査によると、
2019年の時点で射程500から5500キロの地上発射型ミサイルを1000発以上保有していて、その中には空母キラーと呼ばれる中距離弾道ミサイル、東風26が多く含まれてるんだよ。北朝鮮、中国のミサイルのことを考えると当然日本は攻撃されないように、敵側よりも強力で高性能なミサイルを保持するべきだよな。そうだね、日本だけが兵器を持つことを批判される時代はもう終わったと思うよ。実際に政府与党内でも射程の長いミサイルを日本も持つべきだという意見が多く出ているんだ。専守防衛を掲げてるからもちろん先制攻撃は仕掛けないし侵略行為もしない。しかし日本国土を攻撃するならばこちらも徹底的に戦うという姿勢は持つべきだと思うんだよね。防衛省もミサイルの長射程化は前向きに検討しているようで、航空自衛隊 F-15 戦闘機に外国製の長距離ミサイルを搭載可能とする改修に向けて、動いていて現在アメリカと協議を進めているそうなんだ。でも、コスト面が莫大になるみたいで実施は大幅に遅れてるんだ。なんだよ、防衛のためなんだから多少のコストは目をつぶれよな。だからこそ、国産の地対空ミサイルなんだよ。アメリカの言いなりでお金を莫大に取られることもなく、短期間で低コストで搭載できる国産の長距離ミサイルの開発が急がれてるんだ。どの国も兵器開発を進めていて、いつでも有事に備えてる状況だもんね。どの国よりも優れた兵器を開発することが抑止力になってるのは間違いないよね。うん、その通りで日本が想定通りの位置に一式地対艦誘導弾を開発できれば、相手国領土にあるミサイル発射基地や滑走路などを攻撃することができる。自民党のある閣僚経験者は、日本は基地攻撃能力を持っている。とあえて宣言する必要はない。その気になればいつでも相手基地を攻撃できる能力を周りに知らしめることで高い牽制力になる、と語っているんだ。まさに正論だと思うぜ。どこかの国みたいに軍事力をひけらかすようなことはしなくても、そっちがその気ならこっちも、って姿勢が大事ってことだよな。今のような状況下で日本は核兵器も持たず、ミサイルも持たずでは隣国が簡単に侵攻してきて、あっという間に日本はなくなるだろうからね。そんなことが起きてからでは遅いよね。もしどこかの国が日本に攻めてきたら、という状況を、常に想定して構えておく必要があるよね。アメリカが守ってくれるんじゃ？と思ってる人も未だにいるみたいだけど、アフガニスタン撤退のことを見てわかるように、アメリカは正直、自国の利益しか考えていない。最初は日本を守ろうとしても、戦いが不利になったり自国のためにならないと思えば、簡単に手を引くということも考えておかないといけないよね。日本の防衛費は2020年度では国民1人当たり4万円と言われているんだ。これが高いと思うかい？同じ基準で他国と比べてみるとアメリカは1人当たり22万円、オーストラリア、韓国でも1人当たり12万円。これを見てもわかるように日本の防衛費は他国と比べても圧倒的に安いんだよね。でもよ、中国や韓国から日本は軍事国家化しつつあるとたびたび批判を受けるよな。国民一人当たりの軍事費を見ればこの批判は完全に的外れだな。日本が少ない予算でも持ち前の技術力で、高性能な兵器を開発するのが気に食わないんでしょ。単純に日本が強くなるのは困るってことなんだろうね。今回紹介した人に一式地対艦誘導弾を中国本土まで到達できるように改良し、南西諸島や九州あたりに多数配備することで、たとえ核兵器を保有してなくてもかなりの抑止力にはなるんじゃないかな。平和な日本を守るために、自衛隊も兵器開発も必要なことなんだ。それでも、反対する人たちは逆に中国や北朝鮮から、武器や自衛隊なしに国土や国民を守るのか聞いてみたいよ。それじゃあ今回はこの辺で、よかったら、チャンネル登録、よろしくね。それじゃあ雑学の時間だね。今日も勉強させてもらうよ。女性の勘が鋭くて当たりやすいって思ったことない？あ、あるぜ。なぜ女性の勘が鋭くて当たりやすいかって説明するね。女性は一般的に男性と比べて勘が鋭いってよく言われるよね。男性は女性に浮気をされていても気づかないことが多いけど、女性は勘で男性の浮気や不倫を見抜くこともあるんだよ。なぜ女性の勘が男性と比べて優れているのか考えたことはある？それは男性と女性の嘘をついた時の行動の違いによるものだそうなんだ。男性は嘘をつく時に相手から目をそらす傾向があるようなんだ。男性の場合は、嘘をついていることがバレてしまうのではというプレッシャーや罪悪感に耐えきれず、つい目線をそらしてしまうんじゃないかな。しかし女性の場合はその真逆で、相手の目をしっかりと見て話すそうなんだ。心理面では女性も男性と同じ状態になっているんだけど、嘘をついているという不安のあまり、相手から目が離せなくなっているからなんだ。大丈夫かな？バレてないかな？
と相手のことを観察してしまい、つい相手に目線が行ってしまうんだ。このように、男性と女性とでは嘘をつく時の行動が違うため、一般的に男性の嘘の方がバレやすいと言われているそうなんだ。一般的には女性の方が勘が鋭く、男性の浮気をすぐに見破ってしまうと言われてるんだ。これは女性が男性に比べて、観察力が優れているからだと考えられているんだ。女性には男性の4倍の観察力があるという見解もあるそうだよ。女性の脳は、右脳と左脳をつなぐ脳量が太いため、見たり聞いたりした情報を右脳と左脳を同時に使って処理できると考えられている。左脳は物事を推理する能力や、相手の話の辻褄が合っているか考える論理力、時間や数値の計算力などに長けている。一方、右脳は色や形の見分け、記憶力、直感力に長けているので、過去の場面との食い違いや、なんとなく様子がおかしい、といったことを見つけることにつながる。女性はこれらの両方の面を同時に働かせることができるため、観察力が優れているのかもしれないね。以上、今日の雑学でした。最後まで見てくれてありがとう。ありがとう。いよいよ1型戦闘機第6世代の編容が出てきたみたいだな。え、まだ最近まで第5世代の戦闘機の話してたじゃん。もう次世代戦闘機の開発が始まってるの？そうだね。現段階では開発に入っているというよりも、どういう方向性で次世代の戦闘機の開発を進めるかってことかな。防衛省は2020年12月に航空自衛隊の F2 戦闘機を後継する、次期戦闘機のエンジンの実証事業をイギリスと共同で進める方針を定めたそうなんだ。開発のまま先の話ってことなのか。開発をどういう方向性で進めていくかってことなんだね。次期戦闘機の方向性を決める上で、新型の単独開発または共同開発、既存の戦闘機の改良型の導入という3つの方向性で検討され、最終的に2018年の中期防衛力整備計画で、外国との協力を視野に我が国主導で開発という方針を定めたそうなんだ。これ、今回は日本が主導で開発を進めるのか。それは楽しみだな。うん、そうだね。次期型戦闘機はこれからの防衛や戦い方を考えて、今までとは違った発想で開発されるみたいなんだよね。日本主導で開発なら世界を驚かすような戦闘機を開発してほしいね。ところでよ、今までとは違った発想ってどういうことなんだ。ただ性能を向上させていくとは違うってことだよな。そうだね。それじゃあ今回は現段階で予測できる性能や運用目的などを見ていこうか。それじゃあ行ってみよう。戦闘機の任務で考えられるのは、航空偵察、航空優勢の獲得、地上部隊への援護、艦艇の航空援護、弾道ミサイルや巡航ミサイルの撃破、地上敵部隊に対する攻撃、敵艦艇に対する航空攻撃など様々な任務が考えられるよね。うわぁ、戦闘機ってやることが多すぎて大変だな。だからこそ戦闘機の開発で他国に遅れを取ることはできないんだよ。これだけの任務があるんだから、戦闘機の強さイコール国の強さって言っても過言じゃないよな。そうだね。日本の周辺国では第5世代の戦闘機の配備がどんどん進んでる。これに対抗するために、防衛省は新たな戦い方ができる、次期戦闘機の開発が必要不可欠だと考えているんだよ。この次世代戦闘機のコンセプトは、高度な情報化、高度な知能化、そして瞬時に敵を叩くことができるこの3つの頭文字を取ってアイファイターと称しているんだ。かっこいい、コンセプトはわかったけど、どういう能力なの？まずは射撃機会が増えるってことだね。無駄撃ちの排除、誰かが撃てる、撃てば当たる、各戦闘機が持っているセンサー情報やウェポン情報を、データリンクで共有し、編隊内で総合的に分析を行うんだ。今までの戦闘機なら敵機を自分で発見、ロックオン発射、誘導してたんだけど、次期戦闘機は味方機で発見、ロックオン発射、誘導が分担してできるようになるんだ。それと、敵に逃げる機会を与えないってことかな。弾数に縛られず、撃てば当たるエネルギー兵器、マイクロ波、高出力レーザー兵器を装備するんだ。これは発射すると高速で飛ぶので、瞬時に敵に当たるんだ。あとはフライバイト方式だね。聞き慣れない言葉だけど、機内での情報伝達機能だね。列国は強力な電波を相手に照射して、兵器や通信機器の妨害を試みるんだよ。フライバイト方式では光ファイバーで操縦や情報伝達を行うために、この妨害にも強い威力を発揮することができるんだよ。おいおい、すごいハイテクだな。
どういう戦い方になるのか想像もできないわ。まだまだあるよ。戦闘機には最も重要視されるステルス性能も各国の戦闘機を凌駕すると言われてるよ。それとは逆に敵機のステルス機は瞬時に発見できる。ハイパワーレーダーが備えられるそうだ。それだけの超ハイテクな機体をハイパワースリムエンジンが支えるんだ。聞いてるだけでも性能がすごすぎて本当にできるのかって思ってしまうよ。大丈夫だよ。日本の開発力と技術力は最強だぜ。うん。日本が開発に乗り出すのならやってくれると思うよ。これだけのハイテク化により当然戦闘機の戦い方も変わってくるよね。これからの戦闘機の戦い方は、先に敵を発見し先に撃墜しなくてはならない。アメリカの戦略予算評価センターの分析では今までのような、戦闘機同士でのドッグファイトは減ってくるそうだ。次期戦闘機が目指す次世代の戦い方は、ミサイルを母機として、無人機を先に出して、スタンドオフセンサーとして、有人の大型超音速戦闘機が後ろから無人機を制御するような形になると思う。この戦闘は無人機随伴の複数の大型超音速戦闘機編隊のグループ戦闘になってくるだろうね。なるほどな。映画で見るような有人戦闘機同士の、一騎打ちみたいなのはなくなってくるんだな。そうだね。この新たな戦い方では、編隊内のセンサーが敵を見つけ、編隊内の兵器が効率的に撃ち漏らすことなく敵を攻撃し撃墜するという戦い方になるね。数的劣勢下ではこの戦い方が効果を発揮すると言われてるんだ。軍事的な規模としてはあまり大きくない日本にはうってつけの戦い方というわけだな。なんか難しそうだけどすごいってことだけはわかったよ。あと次世代戦闘機のエンジンやステルス性能なんかはどうなの？それじゃあそれも見ていこう。次世代戦闘機はエンジンをスリム化させなおかつ、大出力化を両立できると言われてるよ。水力変更のノズルは全方向20度の方向変更ができて、ジェット噴流方向を変えることにより、舵面だけで行う方向変換に比べると小回りが効いた運動が可能になるんだ。超音速で飛び回る戦闘機にとって小回りが効くということは、戦闘時に大きなアドバンテージになるよ。ステルス性能は相手からのレーダーの反射を、いかに最小に抑えるかが重要なんだ。翼下や胴下に搭載される兵器を、胴体内部に格納しレーダー反射が大きいエンジン反面を、隠すような曲がったインテークダクトなど新しい技術を適用することにより、優れたステルス性能が発揮できるようになるだろうね。エンジンやステルス性能だけじゃないよ。次世代戦闘機には人工知能も搭載されるらしいんだ。これからの戦闘では目視できない距離での戦闘も想定される。もちろん戦闘機の機能も多くなるから、人工知能の支援を受けつつバーチャルヘルメットの映像を見ながらパイロットがデータリンクで繋がった司令部の命令に従って、戦闘機の操縦をすることになるんだ。まるでゲームの世界だな。本当にそうだね。実際に防衛庁は無人機の開発にも積極的に取り組んでるんだ。まず有人機を改造して、用途や任務によって、有人、無人の運用が切り替えれるような戦闘機を作り、これを支える人工知能の開発に力を入れているそうなんだ。将来、無人の戦闘機が空を飛び回り無人機同士で戦闘するようになるんだね。なんかどんどん映画で見たような世界になってるね。いつかその人工知能が暴走して、みたいにならないよね。人工知能が兵器に搭載されると聞くと確かにそんな心配も出てくるだろうね。そういう映画多いからね。でも、これからの防衛や戦闘には人工知能は必要不可欠なんだ。それは、どの国も無人機の研究や開発に力を入れているからね。これだけ、兵器の機能が発達すればいくら優秀な人材でも、人間がコントロールするのは限界がある。人工知能と人力の融合が必要だよね。あくまで、人工知能を管理するのは人間。全てを人工知能に委ねるのは危険だと思うよ。将来全ての兵器を管理する兵器が開発され、その人工知能が暴走、それに誘発され全世界の人工知能が暴走となれば人間の世界は終わりだね。話が逸れてしまったね。日本が主導で開発する第6世代戦闘機、本当に楽しみだね。今後の新たな情報を待ちましょう。それじゃあ今回はこの辺で、よかったら、チャンネル登録、よろしくね。はーい。雑学の時間だよ。待ってた？待ってました。今日は何のお話をしようかな。それじゃあ今回はアニメにまつわる雑学で行ってみよう。ルパン三世はみんな知っているよね？実は我々がよく知っているルパン三世の顔は変装であり、素顔については誰にも知られてないんだ。普段見せている顔は実は変装している姿なんだよね。
これは公式設定としてルパン三世は素顔を誰にも見せていないことになっているんだ。ルパン三世は大怪盗アルセイヌ・ルパンの孫であり、ルパン三世は祖父のアルセイヌ・ルパンを尊敬しているという設定があるんだ。そして、ルパン家には泥棒としての指南書が存在していて、ルパン三世はアルセイヌ・ルパンの指南に従って、決して誰にも素顔を明かさないようにしているんだ。そのため、ルパン三世の素顔は仲間の次元大輔や石川五右衛門にすら知られていないんだ。ルパン三世の顔は誰にも知られていなかったが、2018年になって藤子だけには明かされたんだ。2018年に放送されたルパン三世パート5の最終回において、ルパンは藤子に私はあなたの何？と問われました。そこで、ルパンは藤子のことだけは信頼しているという証として、変装しているマスクを取って素顔を見せたんだ。マスクを外した素顔は黒塗りとなっていたため、ルパンの素顔を知っているのは世界で藤子だけってことだね。それと、ルパン三世といえば、大怪盗アルセイヌ・ルパンの孫という設定になっているよね。でも、モンキーパンチ氏がルパン三世を書き始めた当初は、違う設定だったんだ。最初はアルセイヌ・ルパンの孫ではなく、あまりの怪盗っぷりに、ルパン三世という愛称で呼ばれるようになったという設定だったんだ。しかし、編集者から面倒くさいからアルセイヌ・ルパンの孫ということにしようと、持ちかけられて、結局は現在の設定になったんだ。モンキーパンチ氏の構想では、ルパン三世の舞台が1967年だったことから、単純にアルセイヌ・ルパンの孫世代あたりが活躍をするというだけで、孫にしようとは考えていなかったみたいなんだ。最後に、ルパンには子供がいるって知ってた？1975年に刊行されていた少年アクションという雑誌では、ルパン小僧という漫画が連載していたんだ。この物語はルパン三世と藤子の子供が、ルパン四世を目指すというストーリーとなっていて、ルパン小僧の1話や18話では、お父さんであるルパン三世が実際に登場しているんだ。しかし、少年アクションが休刊した影響を受けたことにより、ルパン小僧も18話で打ち切りとなってしまったんだ。以上、ルパン三世の雑学でした。最後まで見てくれてありがとう。ありがとう。ありがとう。海上自衛隊の最大級護衛艦出雲型の2隻について、みんなは知っているよね。軽空母化が進められているってやつだよね。そうそう。現在、その動きが目まぐるしく変わっているみたい。2021年には実際にアメリカ海兵隊との合同訓練をも実施したみたいだな。うんうん。今回はこれら2隻の動きをまとめてみたから、それについて解説していくよ。それじゃあ行ってみよう。海上自衛隊全体の2021年を振り返ってみると、ヘリコプター搭載型護衛艦出雲が、航空母艦化への改修の第一段階を無事クリアしたことで、日本の進むべき方向性が間違っていなかったことを、関係者一同が無事に確かめられた1年だったように感じるね。すでに2020年より出雲はジャパンマリンユナイテッド社の横浜事業所での第1回目の航空母艦化改修を行って、飛行甲板の耐熱工事を完了させており、それを踏まえて2021年10月には艦載機として搭載予定の F-35 ライトニング 2B 型の発着艦テストに臨み、無事に成功させているよ。このテストについて、詳しい内容は明らかになっていないんだけど、自衛隊の公式発表から具体的な内容や成果を掘り下げていこうと思うんだけど、今回の訓練が実施されたのは、四国の沖合洋上だと発表されているんだ。だけど、現在の日本は F-35 ライトニング 2B 型を自らが所有しておらず、現在調達途上にあるよ。今回のテストが成功したのは、山口県岩国基地所属のアメリカ海兵隊に、配備されている同機が協力したからこそ実現したと言えるね。防衛省では、このテスト時の様子の一部を動画で公開しているみたいだぜ。公開されている動画は、出雲への F-35 ライトニング 2B 型の発着艦の様子を収めた2分強となっており、この動画は SNS 上でも公開されているようだな。具体的な内容としては、同機の垂直着陸や短距離離陸のリアルな運用状態を簡単に視聴することができ、軍事関係者でなくとも興味を持って視聴できると思うぜ。もちろん、この動画は世界中に公開されているわけで、中国や韓国、北朝鮮やロシアなどの近隣国でも確認することができるんだ。この動画が影響したのかどうかわからないけど、もともと日本が空母を所有することが面白くない中国や韓国は日本の軍国主義が進むことへの懸念を表明し、明らかに面白くないご様子のようだね。韓国に至っては、自国の強襲揚陸艦を空母化改装し、自らも空母所有国になる計画をぶち上げるなど、
日本への対抗意識が見えているし、そんな見栄だけで自国の国防をあれこれ考えられても困るだろうね。隣国がそれほど嫌がる日本の空母所有計画、その柱はなんといってもヘリ搭載型護衛艦出雲型の空母化改装となっているよ。出雲型空母化改装の第一段階として、2020年から2021年6月の改修工事が行われ、出雲には F35 ライトニング 2B 型の離発着時に発生するエンジン排気熱に対する飛行甲板の耐熱加工が行われたみたい。見かけ上は従来とさほど変わってはいないんだけど、大きなポテンシャルアップを果たしていることは十分期待できるよ。出雲に対する航空母艦化の今後の流れは、2022年中にアメリカ本土の東海岸の基地に出雲が直接出向き、F-35 ライトニング 2B 型の運用に必要な母艦としての認証を受けることが予想されているね。この認証は1年程度時間がかかるものであり、スムーズにいけば2023年から2024年にかけて出雲が日本に戻ってくることになるんだけど、その後も出雲はアメリカ海兵隊所属の F-35 ライトニング 2B 型の協力を必要に応じて求め、離発着訓練などの艦載機の運用ノウハウの蓄積に努めるものと思われるよ。そして、2025年に2度目の改修工事を行い、飛行甲板の形状に手を加えることになるんだ。現在の甲板先端部は台形になっているんだけど、二度目の改修工事でアメリカの強襲揚陸艦のような四角形に変更する予定とされており、この改修工事が完了すれば、外観からも明らかに航空母艦として認識できるようになると思われるんだ。ちなみに、飛行甲板の先端部の形状変更がなされていない現状でも、F-35 ライトニング 2B 型の発着艦は可能だが、アメリカ東海岸への開港時でも第二次改修は未実施の状態で認証取得に向かうこととなるぜ。SNS 上に公開されている動画を確認しても、F-35 ライトニング 2B 型は艦首部に向けてスルスルと短距離滑走を行い、既存の飛行甲板台形から、問題なく発艦していく様子が確認できるな。そもそも、艦首部の飛行甲板を台形上から四角形に改修する理由が不明瞭かもしれないね。その目的は、離発着に必要な面積を増やすというよりは、飛行甲板そのものの面積を拡張することで駐機スペースを隠して、F-35 ライトニング 2B 型の滑走距離を確保しつつ、必要な機数を駐機させるだけのスペースを確保することが目的と見られているよ。これは、航空母艦化改修が完了し、F-35 ライトニング 2B 型を艦載機として出雲が運用可能となった場合でも、対潜哨戒対潜哨戒任務などにおいて SH-60J ヘリなどの運用を継続するために、必要な駐機スペースを確保しておくためとも言われているんだ。つまり、出雲型は単なる空母ではなく、哨戒拠点としての利活用など、複数の任務に対応できるだけの能力を持たせようとする多目的艦としての利用を企図しているものと思われるよ。実際、イギリスの航空母艦クイーンエリザベスなどが装備しているスキージャンプ式の発艦装置を設けないことも、こうした出雲らの対潜哨戒能力の維持を狙っている現れかもしれないね。実は出雲型護衛艦、すでに対潜哨戒能力を有していることは、一般人にはあまり知られていないんだよな。出雲型護衛艦には、艦首部の水面下の部分に対潜哨戒用の大型のソーナー設備をすでに搭載しており、今でもすでに対潜哨戒能力を保持しているぜ。だけど、対潜哨戒設備を保有している都合上、さらに艦首部分を重たくすることになるスキージャンプ式の発艦装置の搭載は見合わせたとも言われているな。艦の重量バランスが崩れてしまうことを避けたとも考えられるよね。本来、F-35 ライトニング 2B 型の戦闘機としての運用を優先すれば、燃料や兵装を多く搭載しても離陸することが可能なスキージャンプ式の発艦装置を採用することが、最も運用効率には優れていると言えるよ。でも、海上自衛隊の事情では、出雲に多目的の任務を与えたいわけで、一種のジレンマを抱えているんだろうね。さて、この出雲、同型艦で2番艦の加賀も同様に航空母艦化改修が予定されているんだけど、こちらは実は出雲より早く、来年2022年からの第1回目の工事で艦首部の拡張を含む大改修が行われる予定となっているよ。加賀は、2024年にアメリカ本土の東海岸の基地に出向いて、F-35 ライトニング 2B 型の運用に必要な母艦としての認証を受けると見られており、これを終えた後に航空自衛隊の F-35 ライトニング 2B 型の運用に入る見込みとされているんだ。そのため加賀は、出雲よりも先に空母としての実運用が行えるようになると見込まれており、2026年頃には F-35 ライトニング 2B 型を艦載機とする運用体制を構築することが可能となっているみたい。
その後、2027年頃に出雲の運用体制の効率が完成し、海上自衛隊は晴れて2隻の空母を運用する一流の海軍国の仲間入りを果たす、というスケジュールとなっているようだね。出雲や加賀の艦載機となる F-35 ライトニング 2B 型は、その運用を海上自衛隊ではなく航空自衛隊が担うことになるみたい。航空自衛隊では、F-35 ライトニング 2B 型を42機を調達する計画で動いており、訓練拠点としての配備場所を宮崎県の新田原基地にすることを国が発表しているよ。香川広島県の呉基地を母港であり、新田原基地は距離的にも理想的な位置にありますし、新設に向けて準備が進められている空母機離着陸練習場の予定地である、鹿児島県の馬毛島にも近いことから、訓練の効率化や南西諸島防衛にベストな立地と言えるんだよね。だけど、F-35 ライトニング 2B 型が新田原基地へ配備される予定だと公表されると、日本ならではのレフトウィング関係団体が行動を始めており、騒音の被害を名目にその配備反対を主張していることが報じられているよ。いつものように兵器が来れば攻撃される基地があるから戦争に巻き込まれる、騒音で生活権を奪われるなどと主張しているこれらの団体だけど、基地があり、精鋭の飛行隊がいるからこそ守られる国土もあるわけで、それに対する答えが一切ないのは何とも言い難い話だよね。先ほど F-35 ライトニング 2B 型の拠点とされる場所として紹介した新田原基地だけど、この新田原基地自体は季節の航空自衛隊基地であり、2021年時点でも F-15J イーグル戦闘機の1個飛行隊が配備されているよ。すでにある程度の離発着がこなされているわけで、常識的に考えても同期に比べ F-35 ライトニング 2B 型の騒音の方が激しいなどということは考え難いよね。すでに反対運動が起きていても叱るべきであろう、という問いかけに特定の団体閣議はどのように答えを返してくれるんだろうね。また、鹿児島の馬毛島でも地方自治体において反対派と賛成派が分かれており、反対派の市長が当選した西之表市は依然としてアセスメントの結果次第と、基地の受け入れを自治体として同意したわけではないんだ。だが、自衛隊の拠点を置くことや、アメリカ海軍の航空母艦艦載機の訓練に使用するという決定は国が下ろした国防政策であり、どちらが優先かは誰の目に見ても明らかであろうと思うぜ。国を守るという当たり前のこと。これを無視して軍事施設が存在するから敵の攻撃目標にされてしまうのだなどと本末転倒な主張を繰り返す勢力には、問いかけたいことがいっぱいあるよね。例えば尖閣諸島をはじめとする、南西諸島への中国の圧力に対抗するために、何か有効な代案とは何かとかな。中国に対して軍事的な圧力を行わないように訴えるとき、どんなことを訴えれば効果があるのかとかね。これらを提示する義務がなければ、ただの言いたい放題にしかならないわけだし、国に対して何かを求めるならば、自分たちだって求められたらしっかりと対応する、それくらいの矜持を見せてほしいものだよ。実際、航空母艦化が完了した後の出雲と加賀を見てみると、これが中国や韓国が言う軍事大国日本を意識させるものなのかは、正直言って疑問に思うんだ。領艦に対して、拡張工事を行ったとしても、F-35 ライトニング 2B 型の搭載機数は最大で10数機程度と見られており、航空戦力としての数値としては微妙だしね。中国の空母などは、その3倍以上の艦載機を搭載しているわけで、どっちが軍事大国なんだと聞けば、可愛い用事でも中国の方を指さすに決まっているだろうぜ。そんな中国に対抗するために、持たなくてもいいものを持たなければならなくなった感じだしね。日本の立場というものを、日本国民としてもしっかり理解しておきたいものだね。それじゃあ今回はこの辺で、よかったら、チャンネル登録してね。